バババササラ。やっち、2ヶ月ぶりですよ。2ヶ月ぶりですよ、本当に。開けましたね。開けましたね。何かしらが開けましたね。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。プロレスリングバサラ小高勇です。よろしくお願いいたします。はい、同じくプロレスリングバサラ坂戸です。お願いします。お願いします。久しぶりなのか分からんすけど、ちょっぴりテンションが低い。そうですね、あのちょっぴりテンションが低いっていうか、はい、疲れとる。いや、見事に、はい、何もお便りが来てないです、ね。はい、まあその可能性は大いにあったんで、今なんとどうしようかなって今思いながら、まあやっていくしかないですね。もうもうやっていくしかないんです、ね。なんかもう諦めましょう。フリー演技で。フリー演技で、はい。はい、というわけでね、これもだいぶ久々でございます。鳥越アズーリ FM をご覧の皆様へお知らせです。当局はコロナ禍での開局をいたしましたため、スタジオ内は窓があります。放送中に緊急車両の通行や台東区の音声の台東区のアナウンスの音声が入り、放送中お聞き苦しい点もございますが、言えなくなってる。日本一尖った放送局として生放送を一緒に体感ください。引き続きご贔屓にお願いいたします。まだこのご贔屓って漢字を読めるようになってるんで。あ、はい、忘れてなかった、はい。ね、風の噂じゃ匿名を異名っていう人もいるらしいんで。匿名ってあるんじゃないですか、漢字、うん、あれを異名って読んだやつがいるんですよ。何、誰。ああ、彼です。いろいろ辛かった。彼は、ね、そっか、はい、何回言っても四国が言えないんです、はい。嘘でしょ。いや本当に、うちの中野さんは四国が言えないんです。いやだって四国だ、4つの県が言えないんです。おかしいな、多分ここにいるメンバーの中で誰よりも一番四国に近い人間。近いんです。近いはずなのに。近いんです。自分の出身県の下側に真下の県を言えない、はい、あららら。ちなみに四国言えますか。徳島、高知、愛媛、待ってね、徳島、高知、愛媛よね。あれ、あれ俺も言えるはずなのに、あれ、あ、やばい、言う、振られると急に分からなくなってきた。おかしいな、俺この話前の話だっけ、あれだよなって言えたはずなのに、振られると急にいなくなるな。ひー、中のことはもう何も言えねえ。つらい。まあそんなわけでね、この番組のお便りをね、ファックスも、このタイミングで俺が喋ってる時、まだ喋ってる途中でしょうか。人が喋ってる途中でしょうか。人が喋ってる途中でしょうか。くそー、完全におもちゃにされてきてるこの人たち。まあというわけで、番組のお便りをファックスでも送れるようになりましたね。コメントを通してあなたも番組に参加できます。 X へのコメントこちら @azpanfm、 ファックスはこちら 0358294815 までお願いします。はい、お願いします。さあ帰る、さあ終わるまでにね、ちゃんともう一個思い出そうね。おっとめね、じゃあ、さあ、大丈夫ですよ。じゃあ早速大会情報いきますか。お、3分の段階で大会情報に行くってのはだいぶ不安ですね。だいぶ不安ですね。やっぱちょっとフリートークします。ただ、はい、題材がないのよ。ないですね、久々すぎて。もう何し、前回何を喋ってたかも。じゃあなんか一個でもさ、はい、ありゃあさ、はい、これ俺たちの告知が遅かったよね。遅かったですね。まあ僕、まあ、正確に言うと僕一回ツイートしたんですけど、うん、イサミさんとかタグ付けしてねえと思って投稿しなしたんですよ、うん、どっちにしろ遅かったっすんだもん。遅かったね、はい、だって今日あるかどうかわからない状態だもんね。ええ、そう、ね、見てる人たちはね、多分見て、これ何か見てるかわかんないですけど、まだ今、うん、多分あやってるんだみたいなのが。そうですよ ね、誰かがこれをねやってると信じて、てかイサミさんがツイートしてへんと思って、あれと思って。いやそうなんですよ、正直言うとね、ちょっと心配だったんですよ。またスタジオついて、ね、ごめん一人お願いって言われたら俺それやったら多分さすがにそろそろ、そしたら俺ソロ割合でちょっとボーナス請求しようかと思いました。そうなったら、いやいやいや、次やったらそれは大丈夫ですけど。あのほら前あの
2、3回やられてるんで、もうそれ最近、はい、あの道路混んでるっすよ。あ、そんな、だってだってなんか今あるんでしたっけ、6月の。いや多分、はい、でもなんか、はい、前に来てた時は、はい、そこまでじゃなかったんだけど、はい、はいはいはい、高速とかもすごい混んでる。あー、なんすかね、なんか、うん、外人の客でも増えたんですかね、レンタカー借りて。あー、なんかそういうツアー行くのも車で借りて、なんかそういうところを レンタカーで、レンタカーで。あと外人ってレンタカー借りるのかな。借りれるでしょ。あ、借りれば借りる。国際免許を持ってるやん。あー、まあ今日本に来るような外人さんはそういうの持ってるし、金持ってるからやってるか。あー、なるほどね。金はね、持ってるわけじゃないんだよ。そんなに持ってないんだよ。あ、別に金持ちってわけじゃないんですかね。そう、普通の人たちが日本でいうお金持ちだから、はいはい、あー、まあ、単純に日本円が安すぎるって今。本当。うい悲しい。お、見てる人いた。やったー。よっしゃ、見てる人ありがとう。ね、じゃあ早急にあのお便りを5件ぐらいお願いします。ね、1個なんか話題があったらな。はい、まあそうですね。なんだけどな。いやー、全く本当にこんなにもね、や、不定期すぎる、不定期に なったもんかねって。ね。だってさっき控え室で見てる時にモニターこれ僕らの前の番組さん見て。うん、知らない人たちだったもんね。また知らない、なんかちょっと真面目そうな感じのなんか社会問題っぽい話してるなと思って、大丈夫かな。その後あのこの30代のデブとこの40代のお酒タバコ大好きおじさんっていう、ビットコイン買ってる。あ、買ってんすか。あんたビットコイン買ってる。おー、大丈夫ですか。怖いんですけど。ビットコインはね、あの、はい、ビットコインはでもね、なんかこう、はい、今んとここの上がったり下がったりなんだよ。はいはいはい。柴犬がやばい。柴犬ってなんすか。柴犬コイン。なんすかそれ。知らない柴犬。知らない知らない。柴犬結構有名だよ。有名ですよね。あ、知らない。ええ。柴犬結構有名よ。大丈夫ですか。これが下がる下がる。やばいやん。下がる下がる。ねえ。ああ。私なんて基本的にもう、ああほら、もうやばい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 。柴犬が下がる下がる。激暴落してんじゃないですか。やばいじゃん。柴犬が下がるのよ。やめましょう。これもう柴犬。お、お兄さん入ってきた。あ、後ろがね、テーピング。ありがとうございます、ね。なんかこの間聞いたんですけど、なんかお母さんから、うん、養生も色によってなんかこう強度が違うみたいな話聞いて。はいはいはい。なんか緑が緑が強い。あれ？え、黒が一番強いって感じなんか。あ、黒は強い。はい。で、し、あ、でも確かに白が、あ、でも白と緑は大体同じぐらいらしいんですけど、なんか。なんからしいですね。しかしこれやばいね。これやべえな。これあれじゃないですか、これあのウォール街での国あの外人が発狂するやつですよ、これ。何かしらやばいのがパーッと散ってる。どんどん減っていくのに。もうやめましょう。いや違うんだって、今はそういう時期なの、はい、時期なんですか。時期なの、はい、ビットコインも、はい、この暴落する時期なの今。あー、6月の、いやいやいや、今年は今年は今年、なるほど、来年すごいのが来るから。あー、だから買っといた、低迷してる間に、はい、なるほど。なんだろう、今さっきもう今こっからもう不安っていう言葉しか出てこないんですけど、大丈夫ですか。うん、とりあえず6万分買って、はい、今1万5千円減った。あー、なるほど。、うん、ねえ、僕は似たような感じでなんかこうこれ FX とか始めて、 FX 始めたの。じゃあ始めた人がいて、コロナ禍にびっくりした。 FX かな、なんか投資系始めたやつの人がいて、その人がもういやこれもう指一本でこんなにもう10万もからもう儲かるよって言って、その人その次の大会でやばいよ佐賀と、もうお金ももうどんどん落ちてくよってね。まあ風磨さんなんですけど、 あそれ見てうわー怖ーっとってよっしゃ、祈りにて。いや、やっぱ買う時期、買わない時期大事なんで、はい。なんかもう、やっぱギャンブルとか怖いなーって、もう、ね、もうちょい、買い足しとこうかなと思って。僕も昨日、あの、パチンコやって、あの、あれ、お前パチンコやるんだっけ。いや、たまにその友達が、その、やっぱやってるやついるんで、うん、それで行って、昨日、あの、夜桜挑戦プやったんですよ。夜桜挑戦、懐かしい。物語の。ああ、懐かしいのって。あれやって、あの、9800発出して、
で、よっしゃーと思って、そっからも続けるどうか悩んで、やめとこう、多分ここでこれ以上、これもっといくぜって言ったら、まあ、大体4万か。はい、まあ、まあ、と言いたいところで、まあ、1パチ万であれなんですけど、1パチほら、そんな顔するから言わないでしょ。ほら、あの、分かるんですよ、これが4パチだったらなと思ったんですけど、1パチ。これが4パチだったらなーって思いながら、マジであれを打ってる人の理由がわからない。まあほら冷静になさいよ。ほらの、まあ僕遊びぐらいだったんで、あるよその1パチでもめっちゃ出ること。はい、1パチ。あと多分夜桜は多分今1しかないです。多分確かに見ないな。読んでみるのは本当田舎のパチしかないです。夜桜朝鮮風見ないな。だってあれだいぶ前のやつですけど、3年ぐらいよ。海物語式大名言さん ね、 ね、はい、これじゃないかな。もうちょっとなんかこうなんか、あのこれか、でもこれがこれの夜桜朝鮮風やってて、319のやつかだからやってて、うおっしゃーだって夜桜だけは当たるんですよ。その前のリゼロでもう目も当てられないくらいボコボコされたんですけど、だって夜桜は当たれば 100%、 まあそうですね、各変域じゃん、連チャンもういったんで。だからでもこれは本当に月1とかなんかしかやらんからいいけど、これやったら俺は僕はそういうの下手くそって分かってるんで、自分でそういうギャンブル的な才能がないっていうのは、もう佐賀家全員、あの佐賀都家全員ないんで、じいさんに関してはそれで昔競馬で200万の借金作ったんで、あの4、50年前のマイナス200万なんで、今とか、はい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 、まあまあえぐい格好、はいはいはい、なんでもう怖いっすよ。そんな柴犬だなのか、もう柴犬なんてそんなほらもうリアル柴犬で十分なんで、僕はもうあれをこうね、さあリアル柴犬大丈夫か、大丈夫いかが大丈夫か、誰か誰か酔っ払ってるか。すごいサイレンだったな。なりましたね。誰か引っかけたくらいのかですね。危ねえ今の。怖いわ相変わらず。まあお便り来てるんで、はい、読んでください。はい、一件読んでから始めましょう。そうですね、私ね、こんにちは、お疲れ様です。久しぶりにズバババサラが来て嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。6月は祝日がないのが印象的ですが、もし6月に祝日を作れるとしたら、お二人は何の日にしたいですか。あ、なるほどね。ある祝日、あ、いいお題です ね、 ねえ、祝日何の日か。だからさ、はい、まあまあ梅雨入りの時期、はいはい、もうすごい雨の日、はい、月に1日だけ休んでいいことにして、はいはいはい、カメハメハですか。月に1日だけ休んでいいことにして。そんなハワイの祝日とかじゃなくて、あ、もう祝日にしたところで、もう激バレてくれたらもう、まあ、意気揚々と、はい、働くわけですか、ね、働くっていうかずっと出るわけじゃない、はい、まあそうですね。だからもうものすごい、まあ、雨の日に、はい、とか、このなんだろう、6月なのにこの激暑かったわけじゃない、ああ、そうですね、今日とかに1回だけ休める。え、それはもう祝日というかもうサービスで1回だけで、国民のサービスで。だからもう前半使ったらもうそれ終わりよ。そうですね、それがもうそうですね、頭に使ったらもうあと地獄ですよ。だから4日とかに使っちゃったら、あ、もう俺おしましょう。今日の暑い中でも、はいはいはい、土木作業に行かなきゃいけない。まあそうですね。となると多分6月だったらこの第4月曜が多分一番そのいい日なんじゃないですかね、つけれるとしたら。ボーナスで、第4月曜、ボーナスで、ボーナスで、ええ、に働くの。まあ我々働きますね。まあ我々は商売から動画がいても祝日とかでも働くこともまあまあまあね、え、全然あるからね、ええ、なんならほら、この後多分祝日の方が、はい、祝日に試合ないとちょっとやっぱ寂しい気持ちになりますからね。あーって、まあそれこそ次の告知もほら祝日じゃないですか我々、はい、だからまたね、祝やるとしたらか、今頭の中ですごいしょうもない祝日はパッと思いついたんですけど、うん、6月9日、はい、ロックの日。うわほら、
そんな風にあれと思ったか、一応ごくんで飲み込んだんですけど、ちょっとやっぱ言いたくなっちゃって6月ほら、僕はもともとロック好きな人間やから、なんかそれって言ってたし、言いたいなと思ったんですけど、僕ロック好きですって、わりかしこんなあらウクレレ弾いてそんな格好してますけど、別に全然構わないんだけど、はい、ロックが好きなのも何か、はい、よく言えるなと思って、言ってみてそっから恥をかく、もう言わないで申し訳ないですが、言って恥かいた方がいいかなと思って、もう開き直った方がいいかなと思って、どうせ何言ったって滑るんやからそんな開き直り方しなくても別にいいけどねえ、もうロック ねそうか、実際だったら他になんか、でもそう考えたら6月だけ祝日ないってまあ珍しいっちゃ珍しいですよね、うん、それこそ6月だってあれがあるじゃないですか、そのジューンブライトってほらその結婚のな、はいはいはい、逆に祝日がないからそういう風にわあのなんかつけたんですかね、なんかほら祝日作れないから結婚式できないから6月はジューンブライトなんちゃらかんちゃらっつって、そんなことはないでしょ別に、あんなことないですかねそんなことはない、祝日がないから結婚できないことはないよ別に、なんかそういうほら、ね、そういうブライダル会社の陰謀だとかそういうのをこういやいやあのハローグッバイ席の本で読んだんですけど都市伝説じゃんほら一時期そういうのハマってたんで、違うか、あ でもそういうのもあるのかもしれないな、ね、もしかしたら、まあそうっすね、まあ、サービスデーはありっすね、確かに。でも6月ってなんかあるよ、ほんとなんもないもんな、ないっすよね実際、なんかこれといった休める日とかなんか、いやいや休める日っていうか祝日がないんだから、それそうなんだ、そうですね、なんかの記念とかってないっすもんね、でだからほんと梅雨とかしかない、はい、まあ、とんないな、あとロックの日しかないでしょ、よくねツイッター見てるとなんか今日はロックの日でつぶやいてる、ね、バンド関係さんいっぱいいて、あーって思いながら、いやいや何も変わらないよ、ね、バンドさんはねみんな言うけどね、ロックの日だって入らんと思うよ、ビゼロは貯金箱ね、まあね、まあ、貯金箱って銀行ですから、貯金箱っていうのは返ってくるってことだからね、はい、それね、伊佐美さんとか高君とかよう言いますよね、いやいや、貯金してるだけなんでって。ああ、それいつか、どうやって返してもらうのって。あ、何別の代から出たりする。ああ、まあ、つまり、マルハン銀行どうですか、マルハン銀行。または楽園銀行。はい、池袋支店。鶴見支店。池袋支店。うん、ああ。の違うとこから返ってきたりする。ああ、なるほどね。地獄少女から来るのかな、リゼロは打てないんだよな印象悪くて、ね、いや昨日だからその友達と3人でやってて、なんか3人並べるとこやろうって言って最初リゼロやったんですよ、3人並んで夜桜挑戦風打ったの、いや最初にリゼロ3人並んだんですよ、あでそれでもう全もうみんなもうあこれダメだってなったんで、じゃあもうおのおのって言って別れた瞬間に当たったんで、ポキュンした、ポキュン、んポキュンした、ポキュンしましたね、ポキュンしたけど旗と外れた、はい、あ友達はポキュンしたんですけど外れました、僕はもうポキュンすら何もならずにもうスンなんかもうスマパチのリゼロ、スマパチじゃなかったっけ、それ普通に普通のリゼロ、はいはい、ああ随分前のやつだね、ええ、やってああダメだーってでその後当たったんで、僕はその3人 のとその2人の友達のうちの1人が多分役目だったというふうに思ってるんで、多分こいつがいたから当たんなかったんちゃうかなって、違うよ、あ違う、うん、確率だよ確率、あなんでパチンコやっててちゃんと現実的な見方するんだろう前高君にそういう話したら、うん、いやなんかほらまだそのパチンコとかあんまやってない時に言ったら、うん、いやでもさそうじゃないですか、ちゃんとこれちゃんと見なきゃダメなんすよって、パチンコでなんか運とかそういうこういうのとかやり始めたらおしまいなんですよ、ちゃんと計算してどの頃、あーそっか分かったごめん俺が悪かった、いやいやいや、パチンコは関係ないよ、そんな、うん、比較的。あ、うん、スロットはちゃんと見ないと、はい、あれだけど。はいはいはい。なるほどね。これ何の番組でしたっけ、ズバババババサ。ですよね。あれよ、パチンコ番組でしたっけ、これ。うん、7月15日、行きますか。はい、行きますか。ドン。ドン。ね。祝日。はい。何の日だ ?7 月15日って何の日だろうね。何の日でしたっけ、あれ。まあいいや。はい、はい、
ました。7月15日会場12時開始12時半会場東京高島平市民館、対戦カード、ユニオンマックス選手権試合、王者藤田ミナル VS 挑戦者塚本拓実ほか数試合を予定しております、はい、スーパーシート完売しております、はい、指定席、5500円、当日6000円、アンダー18チケット1000円、重席5000円となっております、はい、あれ参戦選手もう決まってましたよね。はい、これには載ってないからこっちからいっちゃいますか。はい、ね、団体外参戦選手やばい噛んだ、ヤス浦野フリー、はい、つとむ大杉フリー、はい、バナナ千賀フリー、ガイアホックスはフリーですか。フリーです。フリー、はい、そして高梨正弘 DDT プロレスリング。あ、フリー正確にはフリーじゃない、あのね、パズルっていう。あ、パズル、あ、台湾の団体です。すいません、ガイアホックス改めて台湾パズル高梨正弘 DDT 以上となります。はい、で、ね、高梨さんもガイア選手もまあ久々ですよね。そうだね、うん、はい、まあ高島大がビッグマッチですね。まあそうですね、はい、でね、タイトルマッチもあって、はい、そうです、もう前回いなかったんで、はい、久々ですね。やだ、はい、みんな揃った大会となっております、ね、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、ご来場ください。お待ちしております、はい、お待ちします。ついでにこれも告知します。どうぞ、ね、2024年8月4日日曜東京後楽園ホール大会バサラ後楽園。いやー、今年はこれ一発、これ一発です、これ一発です、はい、ぜひ、ね、12時開始11時会場となっております。チケットは、スーパーシート7000円、リングサイド6000円、指定 A5500円、指定 B4500円、安い席3000円、アンダー18チケット1000円となっております、ね、チケット販売場所、ピア・ペイ・バサレア・プロレスバー・クラッチ・後楽園ホール・バサラ試合会場、また他団体参戦時の選手売店などで販売しております。はい、こちらの方皆様ぜひよろしくお願いします。はい、お待ちしております。お待ちしてます。よっしゃ、はい、さあ、お便りは増えてるか増えてないか、どっちなんだい。お前勇気あんな、なんか今日なんかもう今無敵の人状態ですもん。なんかもう怖いもんねえやって。なんかお前勇気あんな今日。なんかもう怖いもんねえやって。よっしゃ、おっと、頼り来た、やったー。え、言いますか。はい。久しぶりです。お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりです。お疲れ様です。何？いや本当に本当に来てるんで。ね、シーフード味のどん兵衛が発売するみたいですが、これは愛な感じでしますか。おお、あ、これはうまそうだな。これは僕は大ありですね。俺もありだと思う。いいな、これは食いたいな。まあ食えないけど私。なんで。甲殻類アレルギーなんで。いや、え、シーフードヌードルもダメなの。書いてあるんですよ裏にちゃんと。エビが、あ、本当にエキスが入って、要はエキスなんで、で多分ちゃんとしたそのガッツリエビ食うよりかは大丈夫なんですよ。ダメージは少ないけど、はい、軽度のやつなんで、うん、僕一応軽度の甲殻アレルギーなんですよ、うん、だから医者の話だとエビチビぐらいとかある程度の軽いやつなら、まあ、なんなら日清のカップヌードルぐらいでも大丈夫なんですけど、うん、体調によっちゃちょっとダメかもしれんみたいな。へー、だから前でこの大変だね。大変ですね。だからこの間全然かかるあの大日本の新規バーターじゃないですか、うん、あれでもボロッボロに疲れた時に、うん、たまたまラーメン、あのなんか、まあ、まあ今日はまあ大丈夫かなって普通、まあ、家帰ってもう何も作る気がなかったから、うん、カップヌードルあったんですよ、うん、買ったんですよ、うん、シーフード、まあ今日は大丈夫って食ったら痒くなってきて、あ、やっぱダメだった、あ、疲れた気が今はダメかと思って。あ、だからだって重度の甲殻類アレルギーって死んじゃうんだよね。あ、もう本当死にかけますよね。あの僕がアジアで救急車運ばれた時は、まあ、あれは、まあ、救急車運ばれてるのに軽度なの。いや、それは違うやつだったんですよ。それは多分アワビとかサザエとかあっちだったんですよ。あ、それの時は本当に喉がキュッて詰まって顔が膨れ上がってもうジンマシン全身出て、もう息できなくてそのまま病院運ばれて点滴打って、あ、で戻ってそのまま朝から設営して試合させられました。しました。させられました、ね、試合しました。あの、ちなみにその時はあの5試合中3レフェリーと2試合しました。ああ、お
お疲れ様です。畑中さん、私倒れ、私さっきまで休憩しちゃったんですよ。ああ大丈夫だべーって。俺もね、アジアの北海道の試合中に、はい、あの試合中だよ、はい、スズメバチに刺されたの。え、伊沢さん、うん、うわ怖え。なんかあの試合中だよ、うわ。あの学校の体育館を借りてやってて、はいはいはい、ただ、ね、密閉すると、はい、あの熱すぎる、はいはい、でただ開けすぎると虫がものすごい入ってくるから、はいはいはい、田舎だから、まあ、そうですね。しかも冷房なんかないし、そうだから昼の間だけ開けといて、はい、で夜になったら閉めるっていう形で、あ、夜工業やったんですね。そう、夜工業やったでやったんだけど、はい、あのその開けてる間にスズメバチが入ってたらしくて、はい、でコーナーマットのトップに入ってたの、はいはいはい、中に。うわよりによって。でこうやってつくじゃんって、はい、そしたらバスってなって、はい、なんだ今のってなって、はい、でしたら急にしびれて動けなくなって、はい、うおーってなって、はい、で病院送りですよ。すごいなアジアン。あのいやすごい、だから病院送り多いな。これだからもう一回スズメバチ刺されたら多分アナフラキシーショックで死ぬ。そうですね。いやー怖っ。本当アジアンの一番怖いのはそういう自然のあれがめっちゃ来ますからね。自然との戦いだからね。そうっすね、うん、試合はねそんな難しいことあってね、本当に。だから前高く見たアジアの時だったらもうこれぐらいのでかいガみたいなのがもういて、うわーと思って、それがもう周りも昼より関係なくどこにもいいんですよ。もうガがね、ガがもううわでけーとそれバー入ってきて、まあ、全部踏み潰したやつでしょ。違う、一匹す。あのもう新品のリングシューズで全部潰したやつでしょ、はい、で新品のリングシューズでガー踏み潰すんだよ。ちょっと疲れちゃって疲れちゃった。その時ちょっとその大会がいろいろバタバタしすぎていろいろとなんかあった大会だったんですよ。ちょっとあのいわくつきの大会というか、わからんわ。なんか結構ね、それをね高くにすごいこうめっちゃ言い触らされて、この野郎と思って。まああいつも意外とスピーカーだなと思って。うん、スピーカーだよあれ、ね、スピーカーなんて安倍ぐらいしかおらんと思ったのに。さあ、お題がなくなってきました。暑い。さあってね、お題が消えてきたぞ、うん、疲れてんな。疲れてない。いやー、違う違う違う。いやね、だから本当に皆さん今がチャンスですよ、お題を送んなら。何でも喋るからね。何でも言いますよ、うん、よっぽど気まずい話題じゃないか芸は喋りますよ、ね、人の悪口とか言いたくない。ええ、人の悪口とか、あとなんかこうリアルな話とか、またなんかやるか、やりますか。うん、どうしようかな、ね、またお題を自分たちで考える。そうですね、創作お題を、創作お題やるか、ええ、がもう今目の前にいるスタッフさんにこう振ってもらうか。もうお、左のお兄さん乗り気だ、うん、ね、右のいつものお姉さんなんかこう、ああまたなんかこいつ言ってるよって顔でこうスンって今スルーされましたけど、あ、否定すらしなかってきた。どうしよう、次やった時なんかわしの時だけなんかいじんじゃないよっていう顔してるからいじらない。はい、すいません。すいません。許してください。そうだな。いやー、だからね、どうしようかね。なんかありますかね。じゃあ、はい、いや、この間の、はい、前にやったはい、コンビニで、ああ一生、いや、コンビニで女の子にあげるベストなものっていうのはなかなかいいお題だったと思うんだよ。ああやりましたね。なんかあれはいろいろなものを問われるやつでしたね。そうそうそう。え、だから、はい、何にしようかな、どこにしようかな、なんかいいかな。文房具屋で、はい、文房具屋で、はい、女の子にあげるベストのものあります。
文房具屋で文房具屋で女の子にあげるベストなもの。文房具屋で女の子にあげるベストなもの、これは難しいよ。あのそもそも文房具屋のであげるもの、多分男女関係なくまあまあ難しい気がする、これ、うん、だからまあ、男にしてもまあ、喜ぶようなものじゃないとダメってことですもんね、うん、まん、いやいや万年筆は喜ばないよ。喜ばん、万年筆は喜ばない、ね、てかそもそも今文房具屋に何があるかもあんま分かってないっていうくらい、なんならたまに昔はちょくちょく文房具屋行ってたんですけど、うん、ほらあのポスカ買いに、はいはい、あの顔のペイント用に買ってはいたんですけど、文房具屋でジャポニカ学習帳、いや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 、いらんかもう何があるよ、もう文房具屋で、文房具屋って漫画置いてあるかな、ねえか、漫画は子供が見る絵本だけ置いてある。ああ、なるほどね。ちょっと前出ます、出ない、ドクターなんとかだってドクターそれ巻いてんじゃないですかドクターなんとかだってもうあれ以上、ね、あれ以上のシャーペンはないんだよ、そんな、そう、ドクターなんしかね、ドクターペンシル、ドクターペンシルだっけ、ドクターなんかあるんですね、いやあれ以上のシャーペンはだから存在しないんだって、はい、そんな、そう、ドクターグリッ プあ持ったよあー言うてましたね、ドクターグリップか、こそんな喜びます女の子じゃあなんだよ、だからいやいや逆にしてくださいよ、そんな自分ですげえ難しいお題振っといてあとあの、はい、まとまる消しゴム、ああはいはいはい、はい、バラバラにならないまとまる消しゴム、はい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 、ああそれもありか、僕が今パッて思いついたのはあのメモ帳貼る系のやつの、うん、メモ帳のアイドル系のやつ、ただ BTS とかある、そんなのたまにあったりしません、なんかそういうなんかアイドルさんなんかそういうなんか今なんかそういうのとか、なんかそれこそ アニメとか漫画の推しキャラのそういうメモ帳のやつみたいなは喜ぶんじゃないですかね、喜ぶ、喜ばない、ない、今のところあのこの感じだと我々二人とも今全滅してますね、多分今のところ僕らが多分その審査員の人にこれを渡したとしたら多分次の日には多分ブロックされてますね僕らブロックされてますね、文房具難しいか、さすがに文房具ちょっとハードル高すぎません、逆に女の子じゃなくて例えば子供とかにしてみます、こんなんジャポニカ学習帳だよ、あ、じゃあその文房具さんじゃなくて例えばコンビニでカンペンで、カンペン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 、そんなことも喜ぶカンペン以上に喜ぶものなんかないだろう、喜ぶかな、エクスパークのエクスパークのカンペン、どんな時期それエクスパークだって確か、エクスパークエクスパークのカンペン、エクスパークだって、どんな、あとエクスパークのノートで、はい、エクスパークのシャーペンとかだよ、とりあえずちょっと今あの写真を出してくれることを期待して、エクスパークって名前だったと思うんだけどな、あなんもほらあんまりそのそういうのに何の執着とかあれなかったんで、いやエクスパークはバカ流行ったって、俺らが小学校の頃とか僕はみんなエクスパークだったよ、エクスパークという名前が合ってるだろうかね、出てくるか出てこないか、出てさあ待ってますね、まあ勇さんが小学生の頃僕幼稚園から下手したらまだほらあれでしたからね、生まれてすらなかった可能性ありますからね悲しいこと言いますと、でもエクスパークだってエクスパーク、そのね、ノートの上下が漫画になってんだよ、そんなんありましたっけ、あるあるある、
へえ。ノートの上下が漫画になってて、ああ。エクスパークだったと思うんだけどな。単純に僕が親から買い与えられてなかった可能性ありますけど。だって多分ジャポニカ学習中もあんま俺もらえてへんかったからな。なんかようわからん、なんか安いノートとしかなんかやった気がしたから。ほら来た。あ、これか。エスパークスだ。エスパークス。エスパークスだ。あ、でもね、知らないこれ。エスパークスだ。へえ、こんなんあったの？うん。へえ。ノートンのやつってあれ漫画、はいはいはい、漫画になってんだ。はいはいはい。いや、これは多分僕本当に知らないです、これに関しては。これのカンペンがあるのよ。カンペン。うん。これかっこいいんだ。へえ。これはなかったな。エスパークス。エスパークス。エスパークス。え、あ、多分お二人もそれ知らないですよね。まあ全然これ。おめっちゃかっこいい。ああ確かに。めっちゃかっこいい。これ小学生の時でこれ多分。小学生の時よ、これはもうヒーローだよこれ。確かにこれ持ってたらゲロテンション上がん。確かにこれはゲロテンション上がんな。エスパークス。ねえ、確かにこれは。俺この種類見て。多いな。これは多いな。すごいんだから。え、待って、プラモ付きもあんの？うん、プラモ付きも。プラモ付き？すげえ。ゲームカンペン。ゲームカンペン。カンペンって聞くその何でしたっけ？遊べんだ。カンペンってある筆箱だよ。ああ、そうか、そうか。筆箱のペン、筆箱か、カンの。はいはい。うん、あれ、ああ、なんか、兄貴がもらっ、すごいんだって。これっぽいのもらった気すんな。うん、確かに、これはすごいな。だから、で、しかも、はい。ないんだよ。こんなアニメ。あ、まあ、これオリジナルの。これオリジナル。ああ、なるほどね。はい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 。エスパークやっぱカンペンケースから出てくるもんね、関連は。すげえ。で、関連見てたらクレヨンしんちゃんもあったんですね。クレヨンしんちゃんもあんのね。なんか、へえ、これはほんと知らんかったですね。ああ、もう、かっこよかったよ。だって、僕ぐらいの時は、あ、でも、あれ、それ遊ぶ系だってギリあれあったんですよ。ドラクエのほら、鉛筆こう、あった。コロコロ転がして、あったあったあった。あれするやつ。うん、あれと多分なんかこれあったの覚えてるんですよ。なんかペンに刺してこうポンとか飛ばせるやつみたいなのなかったし、昔鉛筆にこうロケットペンシルじゃなくて、じゃなくてなんかこうなんだろう、なんかチョロキューみたいなついてるんです。それをなんかこうポンと飛ばせるやつ、後ろからカーンってやるやつだ。そうそうそう、はい、あったあった。あれはねギリありました、僕らの時は。ドラクエのやつはねめっちゃやってたな。あれでみんな持ってたから、もうあれをひたすら。でも今の子供って何が嬉しいんだろうね、そう考えると。まず再販したらエスパークスいけるんです。まあいけるんじゃないですかね。いや、わかんない。だから全部その時代の、はい、カンペンとか、はい、ノートとか、はい、全部エスパークスなんだよ。ああ、揃えちゃうから。はいはいはい。しかもあれ漫画ってことはあれですよね、続くわけですよね。続く一巻完結じゃなくて、もう、うん、続いて全部買わないと分かんなくなって、分かんなくなって、ディアゴスティーニ形式、時代が戻ったりもするから。ああ、お、今やったら儲かるぞそれ。儲かるんだよ。おお、復刻処刑。でノートは買うけど、はいはい、もったいないから何も書かない。ああ、もうだから漫画として読むだけなの。はいはいはい。でそれこそジャポニカ学習帳とか、はい、あれを別途で買っといて、はいはいはい、であれはノートだから、はい、あくまでも、はい、授業中に見れる。はいはいはい。うわ、学校によっちゃエスパークス禁止って言ってる学校とかありそうだな。エスパークス禁止か。あったんですか。だって、まあ、あったかもしれないね。だって僕の時だって学校でなんかドラクエのその鉛筆これ以上その授業中使うならお前ら禁止するぞって脅しかけられました、先生に。エスパークス禁止かな。いやでも今エスパークスだったらなんか今思いつきそうなのが QR コードとかつきそうじゃないですか。なんかで漫画読むとか、はい、それこそそれでなんかこうアニメやるとかありそうだな。ウェブコミックの方の携帯でやる系のやつ、はい、でいいから。今時の小学生ってみんなスマホとか持ってるんじゃないですか。まあ持ってるだろうね。いやすごい。だって僕の5、6歳の今年小中だった甥っ子いるんですけど、4歳の時から持ってますもん。
やっぱね、世代によってはね、エスパークスに来てますね、反応する人がいるんだって。そうなのよ。あ、まあ、懐かしいものの中での一番がエスパークスかもしれない。うちやと多分そうなの、リュウさんとかだったら反応するんですかね。リュウさんだったらエスパークスは知ってるんじゃない、久保さんとかフーマさんギリ反応してない、どうなんだろうな。久保さんフーマさん今年37、8やからエスパークス知ってるほしいけど。いやでも僕は知らなかったっすね、本当に。エスパークスってアカウントないのかな。いやいやいや、いつのやつだったそもそも。多分エスパークスを研究してる、すごいこうマニアな方のアカウントはある可能性なくはないですけど、あったらやだよそのエスパークス。いやいやいや、逆に兄さんたちってなんかその小学校の時すごいこれがあった、流行ったみたいになりました、なんかそういうなんか何とか鉛筆みたいなやつとか、シンカリオンとか。シンカリオンは違うか、もう最近じゃない。あれはもう最近か、もう分かんなくなってくるんですよね、なんか最近そこに時の流れ早すぎて。とりあえず今のちびっこでがよくハマってんのはマインクラフトが流行ってますね。ああ流行ってるね。だから多分それこそ、ね、エスパークスっていうね、はい、つぶやき自体がもうね全然ない。ないでしょうね。だって聞いたことないですもん完全に。いやだってねえ、いやでもなんだろうな、な、まあな、今の子供本当な、何でも持ってるからな。さすがに5歳の甥っ子がスイッチ持ってみたときは兄貴に言いましたもん。へえ。与えすぎだあんたって。いやこの間パソコン開けたよ、おいとって。さすがに5、6歳でパソコン使える持つってどういうことよと思って、で YouTube 見て、もう 5歳の甥っ子がブンブンブンって言った瞬間ちょっと教育した方がいいのかなと思って。でもさ、いいのかなって。5歳6歳って小1ぐらいでしょ。まあ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 、そうですね。今ってプログラミングの授業とかあるんじゃないの。え、あるんですか今。マジで。ないの。小1からあるんですかね。でもまあ英語とかはあるんですけど、小1からあるかどうかは分かんないけど。ああ、まあ、あとは英語か、国もあるのか。英語とかはあるらしいですけどね、なんか、うん、うちの場合その兄貴の奥さん、まあ、まあ自分の姉に当たる方が結構その帰国子女なんで、なんか英語で教えたりしてるんで、うん、あれですけど。だって今の方もすごいじゃないですか。だってダンスの授業とかあるわけじゃないですか。あ、ダンスもあるらしいですね。なんかヒップホップの授業とか。ヒップホップの授業って何と思って。プログラミングはなんか聞いたことある。あ、まあパソコンの授業とかあるらしいですからね。だからパソコン授業とかって僕らの時でもだって中3ぐらいでなんかようやく始まったぐらいですね。なんか俺パソコンの授業なんかなかったよ。まあ、あったかな。あ、ギリあった時代ですか。ああ、 Windows95 ぐらいじゃないですか、はい、ああだいぶっすね。だいぶっすね。 Windows95 ぐらいだよ多分。僕多分2000か XP かどっちかでしたね。ああと思って、だからあ、これがパソコンかと思って。だって俺自分でプログラミングの本買って、はい、家のパソコンでプログラミングの、まあ、なんだろう、遊びの練習みたいなやつ一人でやってたけど、はい、その時のやつって C 言語だからね。 C ゲーム、 C 言語、あ、 C 言語、あ、なんだっけ C 言語って。やってんのと全然思い出せんな。授業でプログラミングやってなかったら C 言語なんか知らないよ。いや多分やってるはずなんですよ授業で。ただ僕がもうやらなすぎても全ての言葉忘れてるんです。どんな時期 C 言語って。いやいや、普通のプログラミングのやつですけど。でもなんかな、パス今な、まあ僕は授業の時はそれこそパワーポイントのあれとかやりましたけど、やって発表会とか、ーワードの使い方とかエクセルの使い方とか、なんか今学んどけばな。いやあの時ちゃんと授業受けてればな。ちゃんと授業受けてればな。でも俺の時にはなかったよワードとかエクセルの。ああ、まだなかったですかね。うん、僕の時だとパワーポイントやって、でなんかこう社会、もう本当なんだよ俺らのやつはもうタイピングとかそういうの。ああ、はいはいはい。いや
ちゃんと僕そういう中学の時ちゃんとサボってあのフラッシュ動画とかエロサイト見てましたからね。バチクソ怒られましたよ。ちゃんとちゃんとやっとけばな、はい、友達になんかこうそういうあのろくなことしない天才がいるんですけど、あの、はい、授業中にそのなんかなんかしたけどその学校はちゃんとそのいわゆるロックするわけじゃないですか、そういう見れないように、うん、それを解く天才がいて、ハッカーじゃん本当に、何度もできるのみたいな、それをやってそいつがそれをやってハッカーじゃん、もう本当か、それでなんか2ちゃんとか見て、でエロサイトが言ってやった瞬間にこうあのオーイエスって声がふわーってもう学校中に響いてもうその先生パスカル中の先生のくせにまあまあぶたぶたから坂上っつってドーンってまあまあいい服すぎて、お前らまだ手出てた先生、先生でも出てました。ああでも入間市だからか、はい、まあ入間市だからさ、まあ、入間市って田舎なんでまあまあです。だって僕の小学生の時、俺らの時が多分最後だよ。ああいやでも手出てたのてそんなもんすかね、うん、まあ多かったわけじゃないですか、毎回いたわけじゃないんで、たまにそういうヤバい先生いたみたいな、小2の時に僕が体育祭で帽子合わせただけでマウントパンチする先生いたんですよ。でそれもいたし、でほら僕レスリング部だったじゃないですか、はい、レスリング部のその顧問の先生が、ああそれ怖そうだね、あの本当に埼玉県で最初のレスリング部のコーチだったっていうタイプのレジェンド中のレジェンドなんですよ、はい、あの丸藤さんとか出した名門あの埼玉栄じゃないですか、はい、あれのコーチが頭下げるぐらいのすごい先生なんですけど、ちゃんと昭和の人なんですよ。僕練習初日で市内でぶん殴られるからね、やめようかなと。でも市内でぶん殴られるぐらいは全然あった画面ですよ。こうあのいわゆる僕らでサイドヘッドロックってあるじゃないですか、はい、あれをやってる時に違うこうだって言っていて、そのやってる先輩の手を思いっきり蹴ったんですよ。結果的に僕の画面バーンってられて、いやなんか厳しかったのってでもそこ俺らぐらいで終わりだったと思うんだけどな。まあでも多分なんですけど、伊佐美さんたちの世代が一番それがピークで、その毎年必ずそういう先生いたみたいな。うん、僕らは本当にまれにしかいないんですよ。たまたまだし、しかもまあ、そこまで理不尽な人もいなかったんで、まあ、さっき言ったそのマウントパンチ取ったあの上田先生ぐらいなんですけど、うん、まあ、うちの柔道の先生、はい、その柔道の授業あるじゃん、高校とか、はい、ありますね。でその授業でヤンキーたちが全然言うこと聞かなかった、はい、締め落としたよ。時代だ。締め落とした、うわ締め落としたと思って。なんで締め落としたの、襟締め、ね、襟締め。お、何々、お前うるさいな、キュッて。しかもなんかやるぞじゃなくてこう急に スタ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 、あ、キュッ。すげえ、今だったら大問題。ほんですぐ起こしてる。クッですね。あれ本当不思議ですよね、あのこのクッと起こすやつ。前ほら僕すごかったよ、あれ謎の感覚ですよね、あの落とされて隠す。恐ろしい先生に習ってんだと思ったの。俺らには優しかったからさ。あ、ちゃんと部活。そう。ああでもそうっすね、あれ怖かったな。それは怖いな。いやでも柔道か、まあ、やっぱり言うこと聞かないと怖いんだなと思ったよ。でもやっぱそういう体育会系の先生はね、そうですね。でも逆にそれ、まあ、なんだろうな、ほら人にちゃやっぱそれがないとなんかやっぱ舐められるから、あった復活させた方がいいっていう人もいるわけじゃないですか、うん、まあそれを言う人まあいるんですけど、確かたまに、うん、あのなんかそう教科書見直す会って言って、そのなんか体罰は復活させるべきって言って、おお怖いこと言うなって、誰だなと思ったら佐山悟って。あれはそういうことかって、舐めてんのかって、舐めてんのか。あれなあ、あれも時代だよなと思って。 YouTube バズりまくってるもんあれ、オールスター怖いさですもんね。しかもなんかのケンコバさんかなんかの YouTube で佐山悟さんの息子さん出てきて、あれはテレビでやってるだけで本当に優しい先生なんですよって、本当にって誠にあれは怖いわ。まあ必要なんかな、というわけでね、今日も7月15日ですね、はい、7月15日ね。そして来月は果たしてできるのかどうなのか、次来月は何日だ。
7月22ですかね。 22? できると信じて。できるのかな。できるのかな。はい、はい、やります。やります。頑張ります。はい、すいませんでした。そうでした。どうしよう、次からなんかもっとなんかもう顔がしん、いやいや試合が入ることがあるからさ。まあ伊沢さんそうなんですよね、特に。僕はあんま月曜入らないですけど、試合なんか。ね、まあたまに入るんだよね。そうそう、結構伊沢さん入りますよね。じゃあないことね、まあ、ということで ね、まだ来てた。いやもう大丈夫です。大丈夫ですか。はい、久しぶりの2ヶ月ぶりのね、ズバの大阪さん、ありがとうございました。はい、7月15日、高島大会、お待ちしておりますので、はい、じゃあまた来月。ありがとうございました。ありがとうございました。この後出勤します。